コースティックギター専門店アドバンスギターズは新大久保駅徒歩0分 TC 楽器2階です。ご来店お待ちしております。触ると本当に絶対好印象だと思う。こんにちは、アドバンスギターズの望月です。こんにちは、内藤です。ちょっと相談がございまして、内藤さんに望月の最近その気に入ってるというか、はいはいはい、おすすめしたいギターっていうのを紹介してたんですよね、過去の動画で、はい、でその流れで次にちょっと紹介したいっていうモデルがあったんですよ。あったんですか？あったんです、はい、どうしたんですか？はい、まあ、その子がですね、まあ、何のモデルかというと、はい、あんま市場で見かけなくて面白いなと思って、あの VG っていう寺田楽器の、あ、はい、オリジナルブランドの、オリジナルブランドのモデルがあって、はい、でなかなかそんなパッて入ってくるもんじゃないんで、うん、まあ、ちょっと触っとこうってこう触ったらめちゃくちゃ良くて、はいはい、でこれもぜひ紹介したいと思っていたんですが、うん、まあ、それが、まあ、ありがたいことに、まあ、店頭で旅立ったと、うん、まあ、旅立っていたので、うん、動画で紹介ができなくなったんですよね。撮るの遅いんだよ。それってそれはあれなんですか？これオープンなスタイルですか？いや、まあまあそうです、まあまあそうですね。ただずっとこうスモールボディの流れがアドバンス続いてたんですよ、まあ、私もしっかり、井上店長もしっかり、うん、でちょっと次スモールボディ以外のものがいいんじゃないっていう話もあったりした中で、うん、なんとかこうやりたいんだと、パッションがあった、熱意があったと、そう、はいはい、あったんですけど、まあそれが旅立っていきましたので、はい、内藤さんどうしたらいいですかっていう動画ですね。望月くんね、はい、国産しか紹介してないじゃん。あの本当に信じてもらえないかもしれないんですけど、信じた、はい、意図はないんですよ。国産に定めてるとか、あ、勝手に好きになっちゃったと。そう、勝手に好きになっちゃったんですよ。そのもう元々はギブソンおじさんっていう感じでいこうかなっていう、はい、好きっていうのもありますし、うん、思ってたんですけど、どんどん、まあ、日々弾いていく中で、うん、なんか自分の好きな傾向がわりかし国産のギター、うーん、なのかなってこう人から言われて気づいた。あ、そうなのかもしれない。そうか、はい、っていう今状況にはなってるんですけど。で今どうしようかなと思ってると。そうですね、うん、だからさ、 VG で行きたいんすって言ってる時からさ、こっちの方がいいじゃんって言ってたのあるじゃない。あ、それはまだあるじゃない。まあ、まだ在庫してますね。はい、はい、これお願いします。このままこの動画で紹介します。そうですよ、だって相談で終わるんですか。じゃあ早速、はい、お願いします。はいはい、これは面白いでしょ。はい。お、これはハーモニー。ハーモニーですね。アコギ、ハーモニーのアコギですね。ハーモニー知ってますか？ハーモニーはうっすらと、うん、あのこう日々のデジマーと J ギターチェックで、なんかこうビザールじゃないんですけど、こう可愛らしい系のアーチトップとかこうちらっと見たようなイメージが、まあ、あるだけで、はい、そのどんなメーカーとかっていうのは深掘りはまだ私はしてないですね、うん、超老舗です。1800年代からありますね。1800年代これハーモニーは、本当に老舗ですね。そう、うーん、で60年代70年代と、はい、いろんなところの OEM をやってたから、おー、 OEM で80年に1回廃業になってるね、はい、廃業になったんですね。そうで、なぜか2017年に復活したと。うーん、じゃあ今も出てる、出てる、出てるんですね。新品というか、はいはいはい、アコギも出てるんですかね。アコギはね、見ないな。そのエレキというか、ね、このギターの詳細聞いてもいいですか？あの1969年製、69年、はい、の H167 っていうもの。 H167、 はいはい、シュヴァントブリッジハカランダですよ。すごいですね、しっかり当時のいい木材というか。でヘッド可愛いでしょ。ヘッド可愛いですね。なんかすごいチューニングは、扱いは難しそうですけど、チューニングはね指当たる。指当たりますよね、このタイプだと。これもなかなか、そうそうそう、でフェンダーっぽいでしょ。うん、でもこれは刺さりますね。刺さる、私に刺さります。おお、うん、ビッグガードの形も好きだし、なんか本当に特徴的というか、うん、他のブランドメーカーでは見ないような、見ないね、デザインですね。で後ろをね、はい、一回見せてほしいんだけど、後ろ、これね、バーチ材、まあカバノキ、はいはい、なんですけど、カバノキ、普通のアコギを皆さん想像してください。だいたい2ピースでしょ。まあそうですね、
ハマチタがこう開いたような、うん、あれワンピースですからね。ワンピースなんですね。だからワンピース本当だ木目が繋がってますもんね。なかなかやらん、いやなかなかやんないですね。なかなかやらんですよ。へえ。なんかね、いろんなところに、ね、愛らしさがね、ですね、あるモデルかな。ネックもね、極太ですよ。結構がっしりしてますね、うんうん、これはね、ちょっと、うん、これ60年代のハーモニーっていうのは、まあ、今説明した通りなんですけど、うん、いやこの年代のね、はい、ハーモニーって実はいろいろすごいんですよ。いろいろ、いろいろと、まあね、ハーモニーって言えばね、はい、エレキギターはやっぱ有名なんですよ、そこそこ、はいはいはい、でやっぱ復活してエレキギターも作ってるし、ただねアコギ実はあるんですよっていうことと、はい、実はすごいんだぞっていう、実はすごい実はすごいですねそうそうそう、あどんなところが、もうレジェンド、レジェンド、ジミーペイジさん、ジミーペイジ、はい、が天国への階段で別のモデルなんですけど、はい、ハーモニーのアコギを使ってあのイントロを撮ったと。あのイントロハーモニーのアコギなんですか？イントロはハーモニーのアコギですそうなんですね。ちょっとね形面白い、うん、あのドレッドノートっぽいんだけどくびれの位置がちょっと高めにあったりとか、あすごいちょっと面白い形でね。じゃあそれもハーモニーのオリジナルモデルというか。そう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 、それは魅力を感じますね。魅力感じるでしょまあエレキのイメージが強いけどアコギもそういった誰でも聞いたことがあるじゃないですけど、うん、有名なフレーズに使われてたりとかするわけですね。意外と皆さんの耳に届いてるハーモニーなんか見た目だとこうなんて言うんだろうな、いい意味でちょっとおもちゃじゃないですけど、うん、ちょっとチープな感じなんじゃないかなっていうイメージだったんですけど、まあビザール感はやっぱあるよ、ね、ありますよね、その見慣れないから、うん、まあエレキもビザールチックだし、チックな、うん、これはサウンドがめちゃくちゃ気になりますね、うん、どんな音が出るかっていうのは気になりますね。ちょっと奏でちゃいなよ。いいですか？はいはい。なんて言うんだろう、こうパワフルというかジャキジャキというか、うん、そんな印象を受けましたね、うん、ちゃんとしてるでしょ意外とちゃんとしてますねなんか使いどこはしっかりありそうなサウンドですね、うんうん、だからそのビザールチックな見た目なんだけど、うん、そのいわゆるガチャガチャとはしてないというか、そうですね、乱雑さはないけど、うん、なんですかね、まあ、弾いてみた感じだと、うん、FG のちょっとガシャンガシャンみたいな、うん、イメージあると思うんですけど、それに私は近いかなと。おお、いましたね。うん、FG180 みたいな感じですね。うん、はい、あとはなんだろう、カッティングとかは気持ちよくキレのある感じで弾けそうな気がしますね。やっぱあのネックが太いっていうのと、そのロングサドルっていうのも相まって、うん、低音がちゃんと出てるっていうのは驚きかなと思って。あ、ボディサイズってドレッドよりまあトリプルOっぽいよね。でバーチ材でしょ、ちょっとメイプルに近いというか、あちょっと固め明るめみたいな、明るめ感じですかね、な感じ。うん、ワンピースだからね、なんとなくワンピースはすごいですね、確かに言われて気づきましたけど、うん、意外とねちゃんと弾けるというか、そうですね、うん、なんかこの見た目の可愛さをいい意味で裏切ってくれるような感じがしますね、そうそうそう、サウンドは。うん、でネックも太いんですけど、うん、弾きづらさはやっぱ感じない、なんか、まあ、丸っこい感じだよね。ホールド感がしっかりしてるんで、うんうん、そんな嫌な感じしない、うん、ってところも、まあ、弾いてるプレイヤーとしては嬉しいなっていう。いいっしょ。いいっすね、可愛くて弾きやすくて音もしっかりしてるんで、うんうん、これは見た目が刺さる人には試してほしいですねいやそうですね、うん、これね触ると本当に絶対好印象だと思う。ですね、うん、確かにハーモニーアコギって調べないですもんね普段まあ調べないですもんね、うん、確かにこれは面白いですね、うん、まあ、動画でこういろんな方に見ていただけるっていうのは確かにいい機会になったかなと。そうだね、はい、まあ、やっぱね海外認知はあるけど、はい、日本はやっぱりまだ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 というか、うん、認知度としては低いんで、はい、せっかくねこんな珍しいのがあるんだから、そうですね、うん、ぜひ聞きに来てほしいし、うん、手に取ってほしいし持ち帰ってほしいしそうですね、うん、はい、で
しっかりね調整も効いてるというか、うちの職人がしっかり調整してるんで、はい、弾きやすいし、うん、まあ、こんなね珍しいアコギ、はい、望月に紹介してくれやって言い続けてきたやつそうですね、満を持して満を持してありがとうございますなかなか謎のブランドじゃないですけど、うん、こう深掘りしづらいブランドだなっていうちょっと印象があって、そうね、ミステリアスなところも魅力そこは魅力ですね、はい、確かにですね、まあ、なかなか本当に入荷するモデルではない、まあまあ滅多にしないでしょうね、思うので、はいはい、まあ、店頭でも、そうですね、はい、まあ、ウェブでもお問い合わせお待ちしておりますので、お待ちしてます、よろしくお願いいたします。では、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アコースティックギター専門店アドバンスギターズは新大久保駅徒歩0分 TC 楽器2階です。ご来店お待ちしております。